皆さんこんにちは。てっちゃん223系キングです。今回は、アニメ鬼滅の刃とコラボした、嵐山電鉄に乗ってきました。それでは早速本編へ行きましょう。はい。駅前にあった大きな時計が撤去されたことにより、何も自慢できるところがなくなった、広川ビーチ駅からスタートします。まあ、一つ言えることとしたら、名前にビーチとついていながら、駅からビーチまで約1キロ離れているという、駅名詐欺の駅だということです。実際、大物鉄道系 YouTuber も、この駅をネタにしていましたから。まあ、他にネタがあるとすれば、冒頭に流れる接近メロディーが途中でぶった切られるというところですかね。それでは、いつもの普通電車和歌山駅に乗って和歌山を目指します。車両はよくドアが壊れている。225系5100番台でした。ちなみに、この電車はすさみからやってきた電車になります。紀ノ国線内は、もちろんカットして、和歌山駅に到着。この駅で、紀州寺快速に乗り換えるのですが、切符を切り替えるため、一旦改札の外に出ます。改札の外に出てきました。ここで今回使う切符の紹介です。今回使う切符はこちら、冬の関西ワンデイパス。この切符、3600円で、関西の近郊区間内にちょっと拡大した区間外地に地乗り放題です。この切符で京都に向かいます。それでは、この切符を使って京都に向かいましょうって、おいー。遅れてるじゃねーかー。はい、予定が崩壊しました。本当にありがとうございました。とりあえず、ここにいてても仕方ないので、早速改札の中に入りまして、2番線に止まっている。10時28分発の紀州寺快速大阪方面駅に乗りたいと思います。2番線にやってきました。今回乗車するのは、223系2500番台の更新車ですね。それでは間もなく発車なので、車内に入りましょう。列車は和歌山を出て最初の停車駅、紀伊中之島に到着します。この駅はかつて、和歌山線が乗り入れていました。そのため、下にある改札付近には、和歌山線のホーム跡があります。この後の予定ですが、大阪駅から新快速で京都へ。そこから佐賀の線で梅小路京都西駅まで行き、京都鉄道博物館に行きます。その後、嵐山まで行った後、嵐山電鉄に乗る予定にしています。ところが、先ほども言ったように、JR 神戸線の元町駅で発生した人身事故の影響で、現在も運転を見合わせています。そのため、京都鉄道博物館を諦め、振り替え輸送をしている阪急電車で嵐山に向かおうか、迷っています。天王寺から大和路線と奈良線を経由して京都に行く方法も考えましたが、天王寺から京都まで、大阪経由だと約50分で着くのに対して、奈良経由だと1時間半かかってしまいます。なので、今回は大阪駅経由で行くことにしました。姫野駅に到着。号令の後ろに4両、関西空港から来た。関空快速大阪駅を連結します。車両は223系0番台の更新車ですね。ラストナンバーの HE409 編成でした。ちなみに、紀州寺快速は、この駅までは各駅に止まってましたが、この駅からは快速運転を行います。連結完了しました。ここから8両で運転します。
電車は間もなく大鳥駅に着きます。大鳥駅といえば大鳥検釈があるのですが、これといってネタになるようなものがなかったのでカットします。新今宮駅を発車。この先列車は大阪環状線に入り、大正、弁天町、西九条、大阪の順に止まります。大阪環状線といえば最近323系に新しいラッピング電車が登場したのですが、そのラッピング電車というのがユニバーサルシティに新しくできたマリオのラッピング電車なんですよね。まもなく JR 夢咲線、阪神南波線との乗り換え駅、西九条に着きます。この駅で特急はるかと黒潮が通る梅田貨物線と分岐します。ちなみにこの日の323系マリオラッピングの編成ですが、環状線の内回りも運用についていました。まもなく大阪駅に着くのですが、隣の JR 神戸線の線路を見ると221系の快速と223系2000番台の新快速が止まっていました。そして4番線から姫路行きの新快速が発車していきました。あと3分待っていれば乗り換えができたのですが、おそらく後ろがかなり詰まっているので発車したのでしょう。ちなみにこの日乗った関空紀州路快速は両方とも223系だったので、自動放送がタブレットではなく車両に搭載している方の自動放送でした。大阪駅に到着。本来の予定では新快速に乗る予定だったんですが、 JR 京都線が大幅に遅延しているため、とりあえず改札口に行って現在の運転状況を聞いてきます。すみません。はい、どうしましたか？京都の嵐山に向かいたいのですが、振り替え輸送をしている阪急に乗った方が早いですか？それとも JR 京都線に乗った方が早いですか？ちなみに切符は関西ワンデイパスを使ってます。そうですね、この関西ワンデイパスでも振り替え輸送の阪急に乗ることもできますが、ちょうど新快速が8番乗り場に新快速が止まってます。またその後ろに快速電車も来てますので、嵐山に行くのでしたら JR 京都線に乗る方が早いですよ。わかりました、ありがとうございました。というわけで京都線ホームの8番線に来たわけですが、着いたのと同時に新快速に逃げられました。仕方ないのでこの6両というクソ短い快速米原駅に乗って京都駅に向かいます。ちなみにこの次の電車も6両編成の快速で、新快速が来るのはなんと2時間後でした。電車は大阪駅を発車と見せかけて新大阪駅を発車。ちなみに次の東淀川駅までの距離は約500メートルほどしか離れていません。そんな500メートルほどしか離れていない東淀川駅に223系2000番台の6両が止まっていました。おそらく J 編成の快速ですね。ちなみに撮影はしていませんでしたが、新大阪の手前でさっき大阪駅で逃げられた新快速を抜きました。そして現在吹田総合車両所の近くで止まっています。実はこの先の高槻や京都駅付近で電車の大渋滞が起きているため、この電車もここで運転を見合わせています。ただ列車線の方は空いているので、さっき新大阪で抜いた新快速や特急スーパーハクと貨物列車はスイスイと抜いていきます。というか、なんでこの電車新大阪から混んでいる内側線ではなく空いている外側線を通ればええやろと思ったのですが、途中の茨城駅がアサラッシュ以外外側線のホームが使えないため、必然的に内側線を通らなければならないんですよね。前から元寝台特急北斗星を牽引していた青色の EF510 が来ました。ちなみにこの日は吹田貨物ターミナルにも同じ青色の EF510 がいました。ここに泊まってから約30分が経過しました。さすがに退屈になってきたので、一番後ろの車両に行くと、なんと後続の快速電車がいました。これは223系2000番台の J 編成ですね。ちなみに列車の走行位置を見ると、この後ろにも大阪駅付近までたくさんの電車が止まっており、電車の大渋滞が起きていました。ようやく運転再開をしました。まさか吹田総合車両所付近で40分近く足止めを食らうことになるとはね。ちなみに大阪方面に向かう電車もかなり詰まっていますが、京都方面よりかはマシです。再開したのはいいのですが、信号機が注意信号だったのかかなり遅いです。阪急の焼却工場付近で向こう町捜査場へ回送されるであろう福知山所属の289系に抜かれました。この電車は新大阪駅12時25分に到着した特急コウノトリ12号ですね。茨城駅に到着。ここでも前を走る列車との間隔を空けるため、しばらく運転を見合わせます。なので外に出て少し撮影をします。
ちなみに、さっきこの電車の後ろにいた 223系2000 番台の快速ですが、この電車の後ろをついてくる形で走っているため、現在茨城駅の手前で止まっています。待つこと約5分。ようやく運転再開しました。すでにこの時点で、予定より30分以上遅れています。これ以上遅れると、嵐山電鉄ですら乗れなくなるという事態に陥ります。向こう町捜査場です。車両基地といえば、特難編成の確定演出ですよね。この日は、福知山所属の289系 FG401 編成と、黒潮用の289系 J1 編成と、付属編成の I1 編成、ウエストエクスプレス銀河、そして117系の T1 編成がいました。実は私自身、ウエストエクスプレス銀河を生で見るのはこれが初めてなんですよね。まさか、紀ノ国線にも、イテターの117系が寝台列車に改造されるとは、さすが JR 西日本ですね。いつか、ウエストエクスプレス銀河にも乗りたいなと思っていますが、今はまだ旅行会社を通してでの発行となるので、緑の券売機から発売できたら、乗ろうと思います。まもなく向こう町です。そして、大阪駅を出て約1時間半。予定より30分遅れて京都駅に着きました。奥の誘致線には奈良線の103系が、手前の誘致線にはスーパーハクトの HOT 7000系が止まっていますね。ちなみに、優先系の方はトプナンだそうです。おそらく、HOT 7000系の方はしばらく、ここにいてると思います。また、画面には映ってませんが、207系と117系が縦列駐車していました。この後は、京都駅で駅弁を買った後、嵯峨野線で嵯峨嵐山駅に向かいます。嵯峨野線ホームに来ました。それでは、普通電車園部駅に乗って、嵯峨嵐山駅に向かいます。今回買った駅弁はこちらです。名前は忘れましたが、0番乗り場にある旅弁当で、焼肉弁当を買いました。駅弁の蓋を開けようとしたところで、電車は京都駅を発車しました。隣の京都線の方は、未だに電車の大渋滞が起きていますね。おそらく、この電車は大阪駅で引き返してきた、新快速だと思います。そうそう。駅弁の中身をまだ見せていませんでしたね。中身はこんな感じです。めっちゃ美味しそうですね。それでは早速いただきたいと思います。それで味の方ですが、かなり美味しかったです。僕、自身漬物はあまり好きではないのですが、この駅弁についてる漬物はなぜか食べられるんですよね。そして、駅弁を食べ終えたところで、列車は、円町駅を発車しました。車内が少しずつ混んできたので、全面展望に移動しました。ちなみに、次の停車駅は花園駅です。花園駅といえば、皆さんもご存知の通り、鉄道旅ゆっくり実況ではおなじみの、あの方の最寄り駅ですよね。僕も、あの方の動画は欠かさず見ており、この、関西ワンデイパスの存在を知ったのもこの人の動画を見てからだったんですよね。一度コラボしたかったのですが、昨年あたりにあの方が出していた動画が全て消えてしまったんですのね。非常に残念です。本当なら、この駅で降りて、聖地巡礼と行きたかったのですが、JR 京都線がやらかしてくれたおかげで、時間がなくなりました。なので今回は通過します。この駅からは、嵯峨野線の急線を走るトロッコ列車。通称、嵯峨野観光鉄道線の起点駅。トロッコ嵯峨駅があるのですが、冬の時期は運休となっています。嵯峨嵐山駅の改札の外に出てきたところで、今回の動画はここまでとなります。次回は嵐電嵐山駅まで行き、そこから嵐山電鉄に乗りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。